はい、えー、深夜なんですけどもこの放送をお届けします。量、えー、をこななせば本物になる、うん、確かにね私あの量をこなすってことは私の人生においてかなり重要なファクターなんですよ。で今すでにですね多くの方がたくさんのことをやりましたっていう表現をする時にどのぐらいなのかって具体的な数字を聞いてみるといや大した量じゃないなと思うことばかりです。っていうか量っていう単位を語ることすらもほんとはばかられるぐらい いや、やってないですよ。もう1ミリ、2ミリをやったのをやったって言ったりね、100分の1やったのを頑張りましたとか言っちゃうんですけどもうん、ちょっとそれはね、残念だなと思います。ではですね、ここでですね、えー、正しい情報商材の買い方について、私、情報商材のプロフェッショナルからね、お話し,していこうかと思います。ちなみになんですけども、昨日私、夕方4時半か5時ぐらいに、まあ、本屋にフラッと立ち寄ったんですよ。 あと中古本ですね。ブックオフ、古本市場か。古本市場っていう、本当ね、今、もう傾きかけてるような古い店舗なんですよ。もう30年ぐらいやってそうなところなんですけども、その古本市場に行って、何も前触れもなくですよ。別に本が欲しいなと思ったわけじゃないんですよ。ふらっとですね、日差しを避けるために寄ったようなもんなんですよ。で、店内をぐるーっと回ってきて、ほんのね、15分ぐらいですかね。15分ぐらい店内にいました。体も冷えたんで、店から出てきたわけですよ。 その間に私が、あ、これはちょっと買っとこうかなと思って買った情報商材があります。それが、この袋に詰まってます。情報商材です。じゃこれから紹介しますね。これを私は3日ぐらいで紹介します。えー、っとね、しばらく本の紹介、タイトル読んでいきますので、えー、ちょっと長くなります。えー、っとね、30冊弱あります。まずはね、えー、これ、男の子。 ハッピー名前辞典。もうすぐね、私も男の子が生まれますんで、これで、えー、どんな人あのいろんな人がね、名前についてどういうふうに考えてるのかってことを知ろうと思います。この中から私の名前を拾おうってうんじゃないんですよ。皆さん、まあね、世の中のお父さんとか名付け親っていうのは、どういうふうな気持ちで子供の名前をね、決めてるのかなってことですよね。はい、次がですね、えー、年上の義務。ね。年上の義務って、ちょっとタイトル読みにくいですか。 一体年上っていうのはどんな義務を負っているのかなっていうねことを書いた人の考え方に触れようかなと思っております。はい。深夜に食べても太らない50の法則。これタイトルがいいですよね。だから内容というよりもタイトルに引かれて買いました。だからこのタイトルで私は情報商材のタイトルをつければいいんじゃないかなと思うんですよ。深夜に食べても太らない50の法則ということでこれを応用するならですね。えー、まあ、あの作業をしなくても儲かる50の法則とかね。 あ、ツイッターのアクセスが集まる50の法則とかどうですかねそんな感じで使えるんじゃないかなと思います次10年後の日本これね書籍がね2005年に出てるんですよで今2019年ですから10年後の日本というと2015年を書いてる本だと思いますまあちょっとね下駄を履かして2019年でもいいですよでその今この本から見たら未来に住んでる私が実際にこれがね どうなのかっていう答え合わせをしていこうかなと思います。これもね、情報の発信のネタになると思います。次、えー。人生と仕事を変えた57の言葉。これもね、どんな言葉によって人は突き動かされるのかというね、そういうことをリサーチするために買いました。誰も教えてくれない男の礼儀作法。うん、あの、男の条件っていう動画がありましたけども、あれに似てるなと思ってね、えー、私買ってみました。うん、はい、次。 サオダケはなぜぶれないか。これタイトルだけ読むと、おそれだけでね、分かった気分になって、分かった気になって手に取らない方がいますけども、これと同じような、なんでだろうにたくさん答えてあるんですよ。しかもこれね、本がね、新品なんですよ。なんか新品のまま中古に出しちゃったんですよね。まあこれもそうですけども、大体新品のまま中古に下ろされる本が結構あるんですよ。で、決断する力ね。 これ決断力のない方に対して私からのメッセージをお伝えするスパイスとして買いましたね。はい。えー、次、大好きなイジですよね。お金の話。命より重たいということでございます。これも結構ね、SNS 発信のネタになると思います。まだあります。まだ半分も言ってないです。可愛い女63のルール。えー、要するにですね、女性としてどういうふうに生きていったら気に入られるのかという人間の心理の法則が63個にまとまってるんですよ。だから、 私は人間関係作るの下手だなとかねなかなかモテないなとかアラフォーになっちゃったけど独身だなって方が振り返るべき心に留めるべきような法則が書いてあるんですよでこの通りにやるとおおむね人生は変わって人からの見方が変わっていわゆるモテるようになるんですよね 素直にやるかかどうかですね次、えー、私も今インドネシアにどんどん行ってインドネシア法人作ろうと思ってますけども、インドネシアビジネスですね。ここではね、どういうふうにして騙されないかってことが冒頭に書いてありますので、こちらの方を私も、ね、インドネシアに行きながら活用していこうかと思います。はい、えー、Facebook をビジネスに使う本。はい、私もですね、Facebook をビジネスに使うプロです。私も Facebook からもう何千万取り出したか分かりません。えー、でもですね、 この本で語られているものは私の常識とはまた違うものかもしれませんね。で、これがね、書かれているのが2010年なんですよ。2010年ということは私が Facebook をやったのは2011年なんで私が Facebook をやった瞬間にこれを見てればよかったかなと思いますけども逆に言うとですね、こういう本を見なかったからこそ私は即可塾というものを成功させたんだと思います。はい、次。 40代にしておきたい17のことこれも非常に大事ですね40代でやっておくべきこと私ももうすぐ40代終わりますんでできたかなというふうに見ていこうかと思いますプラスですね私は自分に対して40代でやったことやらなかったことがあって今日というその人生を歩んでるわけなんですよそれと比較して、ね、この方に対してどのぐらい私がね抵抗できるかいやいやこの17ってちょっと違うよみたいなことが気づけるかという意味で答え合わせの意味でこれも買いました本田健さんですね有名ですね はい伝える力ツーご存知池上明さん池上明さんはあ言ってみればねこの結構違うことも伝える力で押し切ってるんですよ。 うん、あの正確に情報を掴んでいれば「あれ池上さんに言ったことちょっと違うじゃん」みたいなことも結構ね散見されるんですよでも池上さんの話し方と人柄であの初めて聞いた人は「あ池上さんが言ったんだったら確かにそうだよね」っていう風に納得させられてしまう部分がありますかなり情報操作をすることに池上幸良さんは利用されているというねそういう風なことを込みでこの伝える力差し引いて読んでみようかと思います多分書籍のの方があの池上さんの本当にね えー、メディアの圧力を受けてない本音の部分が語られてると思います次アフィリエイト攻略大事点はいいいですねアフィリエイト攻略を私も攻略しました私も攻略したんで攻略したプロの視点としてこの本がどのレベルで書かれているのかってことをちょっとね見させていただきます厳しく見ますよ、えー、まだありますリーダー論高橋みなみさんね AKB に関して私は接触することがなかったんですけども AKB の高橋みなみさんが本を出されているということは知ってましたで今回改めて お、リーダーロン、高橋みなみか。ちょっと読んでみるかって方ね。これ薄くて読みやすいんで、読んでみようかと思います。多分ね、1時間半ぐらいで読んじゃいますね。で、こちら、堀江孝美さんの本音で生きる。これもね、ずっと読もうと思ってたんですけども、出た瞬間に読むんじゃなくて、安くなってから読む。中古本で溢れてから読むっていうのが私の買い方です。流行ってる時にこれ読んでもね、しょうがないんですよ。 もう多くの方が読んだよって忘れたよって頃に私が本音で生きるからいろいろ抜粋した言葉をね発するとお久保さん結構いいこと言うなって言うんだけどもあ皆さんも読んでますよその本みたいな感じですよね大体本を覚えてないんですよで本を覚えてなくて適度に心の中に残ってるから私が言ったことに共感してくれる方が多いというのがね情報調査の正しい使い方ですね日本人失格とこれもなかなかインパクトがありますねまだまだ紹介する本あるんですよ袋いっぱいですからでもこの辺でやめとこうかなと思います本の紹介はこの辺まだまだありますからね まだまだあります。だからタイトル読んだだけでももうね、10分ぐらい経っちゃうんですけども、これを私はね、読破するわけなんですよ。3日ぐらいで。これね。はい。で、えー、購入金額は5000円いってません。で、私はね、LINEPay で買いましたんで、きちんとあのバックも受けれるんですよ。なんていうね、すごく安くてためになる情報商材の買い方なんでしょう。私はね、情報商材大好きですよね。で、多くの方が書籍から情報商材、 買えばいいいのにすすごく安いですからなぜかですねインターネットで検索して無料の情報を探していて無料のの情報を探していななに30万50万みたいな軸買っちゃうんですよで私はこれはねまあ買って満足ならいいんですけども、うん、まずはその100円とか200円の本の中から無限の価値を取り出せるようなセンスを磨いてから30万50万の情報商材を買えばいいんじゃないかなと思いますよね。 で、えー、そういうお前はお前、情報商材売ってるんじゃないかって言われるんで、まあ私はね、中古本と同じぐらいのレベルの価格にしてますよ。でも内容は言ってますけどね、あの言ってますけどね、SNS の発信はプロフェッショナル、YouTube の発信もプロフェッショナル、アフィリエイトもプロ、転売もプロ、全部の部門で私は得意なんですよ。得意なのに価格は もううただ当然にしてていいいくというね戦略を取っていますもちろん価格をつけても売れると思いますし価格をつけたものも私は売ってきました。だからこそ思うんですけどもあの情報の扱い方がそんなにね 得意じゃない方にいきなりふっかけていくっていうのは、ちょっと。私はもうちょっとできないかなと思うんですよ。なぜならこういう風うに今もこうからくりをお話し,しました。けども、有料情報っていうのは無料情報から作られてるんですよ。無料情報をかき集めてどのように表現するかってことだけ。スパイスを加えて有料にしてるだけなんで、有料情報も無料。情報も中身はそんな変わらないです。 買う人の意識なんですよお金を払ったからいいもんだろうっていうふうに錯覚するのかあの安いから悪いものだろうっていうふうに錯覚し続けて誤解し続けるのかなんですよ今ご覧のようにねお話しした通り私ね100円とか80円の本からでも無限の価値と価格を作り上げることができるんですよで情報商材ってのはそういうもんだと思いますし情報商材をね中古本で買って確かに有名人ね池上彰さんが書いた本でも今ねさっきの本とか100円なわけですよ じゃあ無名な人が出したものがなんで30万なんだっていうことですよねだからそういうふうに私たちは情報を受け取る時にね受け取る力がないのに情報商材を買ってしまうってところでなんかね借金作ったりとかね高額な商材を買わされたみたいな買わされたって別に無理やり買わされたわけじゃなくて希望した人がクリックしただけですからねだからそういうところを考えればまだまだ私たちはあの情報商材の買い方が下手なんじゃないかなと思いますよねでプラスで付け加えますけども 学校教育も情報商材ですからあの行った学校がしょぼかったっていうよりもそこをを選んだ自分のセンスに疑問を持った方がいいいかなと思います私もねできるなら自分の子供が生まれた時に世界中の学校から選択してもらおうかと思いますたまたま生まれた地域にある学校に行かせたりとかねそれから自分のね学区、えー、とかいうねくくりをなんとか超えて、あのーまあ、身の回りにある、ね、半径1キロ以内の 小学校とか中学校から選ぶなんていう狭い選択肢じゃなくてね、なるべく広い、この地球という情報商材からどのぐらい教育を受けさせることができるかなと、これは親の本当、胆力によりますけどね、親の,の腹の食い方によりますけども、そういうふうにしていって子どもの可能性を広げていってあげたいなと思います。で、その中で結局、近所の学校を選ぶっていうんだったら、それはね、一番いいと思いますけどね。そんな感じで、情報商材の選び方、プロが教える情報商材の買い方ですかね、そんなタイトルでお届けしました。 ありがとうございました。